家好，今次这次给我们有了辛苦，我那边的希望是大家好，我是陈静，今天也请多多关照。今嘛，阿里嘛，你们给的动物给的吗？给的。那么残念那个了，温泉还有吗？生，这个友人と打ち合わせがあって、阿里嘛来てます。で、めちゃ涼しくなってます。で、ついて打ち合わせですけれども。でこの独自を有馬の独自を歩く川だと歩くかなと思ってますけれども、めっちゃ涼しい、すごいあのなんかリラックス気分になってきました。すごいあのいい感じなので、ついつい皆さん一緒に休養していただくかなと思いますので、 YouTube 撮ってます。よろしくお願いします。すごい若い子の戦ってます。いいですね。素晴らしい。さっきね、実は動きの、リールちょっと一つ二つ取りましたので、あとでこの中に挟んでもいいと思いました。挟むより多分リール出した方がいいかもしれないですけども、多分これであの若い子見て今真似してると思います。はい、場所変わります。すごいやっぱりこうね、古い供養歴史ある町ですよね。しかもこの季節、これから秋になるとさらにあの温泉いらっしゃる方多いじゃないかなと思います。今のところはすごいあの外国の方多い、私も外国外人ですけれども、外国の方が多くて、あのさすが、ね、有名ですねと思います。はい、こういう歴史あるところとかめっちゃ好きの好きのようで好きです。多分私生まれのところもあの中国のインドね、安陽市インド一番、古いこう文化始まるところなので、その影響もあるかもしれないですね。すごいこういう歴史あるところはなんか落ち着きます。あの東海も好きですけれども、どうしても東海こう長い時間がいるのちょっと苦手なところもあります。あ、それであって逆にいつも私は休みところとか時間あったら宿に行けるかもしれないですね。まあ、撮影しながら自分のことも分析してるという感じですね。今から有馬の本当に町に入ります。你站站好了好不好？求个鬼。すごいばかりしか言ってない。このね、東京都ちょっと似てて、まあまあ全然違うんですけど、文化も違うけど、やっぱりこういう落ち着いて色すごい好きです。落ち着いて。なんか今ね、ちょっと私ずっと食べたいせんべい食べようと思ってます。好きそうでもらいますか？さすが有馬ですね。せんべいが有名。
あれもそうですか。違う。娘も大好きなのでお土産として買って帰るのどちがいいんだろうな。ここなくなった。なんで違うの。残念。もう足湯してから帰るかな。温泉は帰る時間ないんですけど、足湯くらいです。まず行くとこある。